ディルクロックとは実況プレシーズパート何だったかな？なんか出てきたけど大丈夫かな？進展です。進展です。子供部屋の、子供部屋が始まったね。子供部屋、ここ調べられました。申し訳ない。すいませんね。上に鍵が載っている。儀式の鍵をポケットへ。まあ、ただそれだけなんだけどね。なんか動いてる。動いてる。何これ。やべえよ。やべえやつじゃん、これ。どうすればいいの。何これ。ついてきてみたいな感じかな。私についてきてみたいな。子供用のベッドのようだ。シミやホコリが汚れてるっていう。あれ？なんだこれ。ビビビビ。何これ、何が起きたの？シミやほっくり。鍵ゲットしたね。よし、進展だ。ちょっとわかんねえな、マジで。これは苦戦だよ。なんだ、祭壇の鍵ってどこだ。開かない部屋があるの知ってんだよ。ここがね、意味わかんないんだよ。なんか押せねえんだよね、ここが。あ、押せた。まさか。れ、もう押せたっけ。押せたのよ、なんだこりゃ。今まで押さなかった。何言ってんの。なんかジェニファーの後ろになんかピンク色のなんか点々が後ろついてるけど、どういうことなの。なんか羽でも入ったの。マゾブンじゃね、これ。これ、あ、祭壇の鍵使ったんじゃね。あーはいはい。何これ、何これ、ピンクの。いらんことになってるよ。なんかバグってんの、これ。この本に穴が開いてるのが見える。この本に穴が開いてる。どうしたの。中盤なのかな。よく見ると床に四角いわ。星の下のゆりかご。この下に何かがあるか。よく見ると、何何、ちょっと待って、ごめんなさい。文章じっくり読んでて分かんない。何、この下に何かがあるんだわ。待って、よく見ると下に四角い溝がある。溝。なんかこの辺のつか、これとか、不思議な鳴き声文章が書く。時を、固着させる？どういう意味？ほんとわかんねえよ。あ、ここの、カラスの死体だ。すべての首を吸わせ存在してる。あ、ここもなんかある。あ、なんかあるよ。なんだろう。鉄製の円盤だ。十字に切り込みが入っている。え？それだけ？お、なんか押せる。それだけ？穴が開いている。あー、これね、ちょっと待って。多分この棒を多分ここに入れるんだよね、多分。穴が開いてるっつってるから。で、ちょっと待って、棒がなんか調べたら音楽室にあるとかって言ってんだけど、音楽室ないんだよね。何も検索しても、謎かなと思ったんだけど、違うんだ。足の下のゆりかご、ゆりかご、ゆりかご、四角いとこ。棒をね、多分ね、入れるんだよな。棒が音楽室にあるって言ってんだけど、ないんだよね。別のとこにあるのかな。あー、ごめんなさい。ちょっと待って、これ申し訳ねえ。調べさせてもダメだ、これ。わかんねえもん。やべやべ、あんなわかんねえまま何パートも取ってもしょうがないからさ。この棒だけ調べさせて。杖だ、杖。音楽室の奥のカーテンにあるアイテムつってんだけど、謎に食のあることこれ知らなかった。見たわけなんだ。杖が、部屋の右奥に詰まってくるのは結構違うと。あれ、これ違うな。違うかもしれない。あれ、音楽室って、そうだよね。謎の部屋だし知らない。音楽室の奥のカーテンは、これなんかのピンクのやつなの？待って、なんか、よかった。この黒いロープ未だに使ってないんだけど。
うしようどうしよう、わからんよ。この下に何かが、はいはいはい、この関係ない。時を固着させる、どういうことかしら。カラスの主体で、はいはいはい、これはこれなんでこれだけ近づくのかな。鉄線の円盤だ。十字に切り込みが入っている。黒いローブは関係ないのか。この AA は出てきちゃった。ここでようやく入れたんだね、部屋にね。すごい進展だね。この BGM いちいちやめてほしいね。いいよな。これじゃない。マゾ忘れてた。ここに、あ、これじゃない。こっち、これだ。確かに前まで行くんだもんね、だってな。これの時だっけ。こんな距離から記号がどういう意味かしらなんてよく読めるもんだよね、これ。これが魔法クラシーです。あー、はいはい、来ました来ました。はいはいはい。で、どうなのかな、いろいろと。お、お、お、お。10時ぴったり。ん、何の音鳴ってんの。お、はい、ちょっと申し訳ない。杖がないから、バッドエンドになるかもしれないんで、ここになんか入れるらしいんだけどね。これ絵も見れねえし。絵もまず見れないし。じゃあいいや、行っちゃいまーす。いけんのかな、これ。開いたのはるか、端っこで降りられそうね。はい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 。うわ、すごいな、この屋敷。うわわわわわ、この下り、あれ見てじゃん。なんだこれ。降りんの早いな。え、なんだと。降りんの早いな。おお、なんだなんだ。走るか。し、うん。お、なんかいる。なんだこのばあさん。なにこれ。なんか口、気持ち悪い。風みたいなのが鳴ってんのかな。なんかいたね。何かいる。気をつけて。え。うん。あ、犬か。ワンちゃん、これリックの犬みたいな感じで危険なんじゃないの。あ、あ、はい、どうしよう、どうしようかな。あ、黒いローブかな、かぶせるとか。かぶせるネタあんまり好きだね。あ、黒いローブっぽいな、これ。ちょっと待って、杖がわかんないから、あの、絵柄がよくわかんねえんだって、あの、後ろのやつ。あ、こんなとこ始まるんだ。いいよ、みたいな。どんどん行こう。黒いローブ使うね、多分。絶対そうだろ。もう黒いローブしかねえじゃん、あと。黒いよ。香水で鼻効かせても、多分黒いローブかぶせんじゃない。あ、いい。これ犬が寝てんだ。なんか。ミミズみたいなのがいっぱい出てるのかな、マジで。気持ち悪いな、マジで。体力回復しよう、私の子、ジェニコ。ちょっかり。うん、あれ、あれ違うの。あ、なんか今押せたな。ちくしょう、お前タイミング悪いな。今押せたぞ、なんか。なんか押せたぞ。どうなんだろう。なんか押せたよね、今ね。なんか押せたぞ、今。その瞬間に何かやるってことなのかな。尖った石もあるけど。これ片っ端から試すのめんどくせえな。出て黒いローブな気がするんだよね。この段階ではね、多分まだ押せないんだよ、ね、犬が。今襲いかかった瞬間押せたんだよね、なんか今。寝てるからな。あ、待って、何かいる。はい、分かりました。待って、まだ何もアイテム持ってないからね。この時点では何も押せないんだよね。だから黒いよ。この時点では、ね、押せてないんだよね。ジェニファーも押せない。ん、しまって、どうなんだ。あ、ん、あ、なんか押せる。はい、うん、あ、なんか持たせるってこと。ジェニファーになんか持たせるってことかな。あ、来た、すげえ。
香水だ。じゃねが。ジュニパーの匂いを、うん、メアリーの香水の匂いがする。ほら来た。すげえ。何も調べてないよ今これ。あ、そうか、黒いローブってこういう服のこと。お、大丈夫なの、いろいろと。おーおーおおお、いや、あ、パソコン消えた。ちょっと待って、今すげえいいとこだから待ってよ。ここ入れるよ。こっちは調べられないのか。メアリーの香水の匂いがする。メアリーババアがいるよ。気をつけろ。お前どんだけ部屋いっぱいあんで、もうここにも部屋いっぱいあんのかよ。何これ、もうなんか動物の巣みたいじゃん、やめてくれよ。走るか。シーザーマンあんま出てこないね。なんか、お、なんだこれ、ん、入れない感じ。お、なんかスイッチあるけど、ちょスイッチ、あれ、うーん、何で開けんのかなこれ。なんか押せないんだよね。押せないから話にならない。いいや、まあ、体力が弱くなってきた。まあいいや。まっすぐか。さっきのメアリーババアどこ行ったんだ。あ、なんだこれ。なんやなんやなんや。なんだこのスイッチ。赤青のスイッチみたいなのがあるけど。これ押せねえんだよな、なんか。これなんだ。動き割り。なんだこれ。朝礼台みたいな。あ。てんてんてん。え、それだけ。嘘。なんか置くのかな、ここに。あ、でももう、全然ないよ。アイテムは使うものないと思う。多分隠れるときに勝手に歩くんだけど。調べるものはなさそうだね。じゃあもうどんどん走るか。一応入れない。あれ？お？わあすごい。こっち行ってみる。こっちは危険な感じだね。ちょっとたまに釣りでもしようかなみたいな。釣り堀みたいな感じになっちゃってるね。とんでもねえな。なんか赤いね。お、赤いね、なんか。え、なんだこれ。メアリーババアがいるんだよ、ここに。すごいな、これ。お、なんだこれ、ビーチ。メアリーババアだよ。メアリーババア、こんなとこに寝てんの。なんだよ。メアリーババアやばいよ。やべえやつ。気をつけろよ、お前。急に。え、どうした？え、これ。あ、これクロックタワー2でなんか気持ち悪い、これやば。何これ、赤ちゃんじゃでけえよな、でも。え、おいおい、気持ち悪いよ、おい、なん、おい、あ、ジェニファーやば、ジェニファー待って、そっち行き止まりなんだけど、だってどうすんの。え、これ飛び降りたら死ぬんじゃないの。うわ、飛び降りたら大丈夫。あ、大丈夫なのか。やばい、ジェニファー、は、頑張って、頑張って。あー落ちる、マジか。あ、くじゃねえよお前、頑張って。ジェニファー頑張って。え、来てる。えー、嘘だろ。おい、おい、おい、あ、ジェニファーが、マジか。なんか未だに謎の部屋がいくつかあるんだけど、俺の中では。この先進んじゃってるけど、まあ多分ストーリーエンディングリストがあるってことは、ちょっとエンディングリスト見して。エンディングリストどんぐらいの、ええー、こんないっぱいあんの。いや、はっば、H まであるんだけど。ちょっとエンディングリスコ、リスコじゃねえ、エンディングリストは俺多分今はやりません。ちょっとほとほりが、ほとほりというか、なんか落ち着いてからまたやる。これだってわかんねえもん、これさ。思うけど、多分あそこでなんかやるんだろう。多分、え、嘘、もう戻れねえよ。マジか。戻れねえのか。え、メアリーババアどこ行ったの？シザーマンも結局そんな出てこないしな。シザーマンあんまメインじゃないんだね、このゲーム。これ BGM 止まんのやめろよ、マジで。あ、押せる？あ、なんか押せる？ん？わ、気持ち悪い。なんでこれ上行けないの？上ダメなの？あと
ところでしょ、ここで。はいはいはい、やっぱり。どんどん連動かな、トレンドしてる感じ。どうなんだろう、わかんねえ。アイテムねえもんだって、ここ。ここ多分何かやるんだろうと思ったんだけどな。ちょっと今 B 連打してますよ。登って頼むから。ダメっぽいな、これ。ロープかな。あれ登ったし。なんでロープが、おっ、わあああああ、すごい、なんでこれや。あーあーあああ、すごいね。これクロックタワー2の最初の時みたいな、ああみたいな。ああ、焼けちゃった焼けちゃった。なんだこの火、火おかしいだろお前、これ波打ってる火みたいな。え、あっさりしてんな。おおおお、崩れるよ。 なんだこれに隠れんじゃねえの。違うの、スイッチもあるよ。なんかいろいろ、早く逃げよう逃げよう逃げよう。なんか揺れてるよ、地震かな。あ、大丈夫だ、落ち着こうか。大丈夫だったね。あの頑丈な扉もすごい気になるんだけど、まだこっち行ってないんだよね。多分メアリーババはこっち行ってると思うんだよね。うわ、なんだよこりゃ。え、あんま言えないの。え、絶対なんかあるでしょ。でももうないよ、ロープ関係ないもん。あれ、メインが死んだけど。あれ、これで終わりじゃないの。なんだよ、長いなクロックタワーって。もう一回ここ行ってみっか。地震で崩れたかもしんない、あのドアが。 BGM おかしいことになってる。これ地震停止装置とか、これ結局なんだったの。違う。お、コンコン持てる。缶が置かれている。中は灯油のようだ。あ、こっち行ってみようで、ちょっとさっきの。あれ？ん？どこじゃないの？あれ？あれ、登れないの？じゃない。あー、なんかこれ灯油邪魔くせえな。缶が入っている、中は灯油だ。で、どかして、これこっち右にあんの。でも今自力で上がってんのこいつな。あともう一個謎の部屋だよね。アイテムがね、多分ね、まともに見つけられてないからこうなってんの。めっちゃ揺れてんだけど大丈夫なのこれ。あ、落ちる。お、開くのかな。おー、開いた。いいね、エレベーター。エレベーター。おーおー、こんな揺れてる中でお前エレベーター使用する人なんてなかなかいねえよ。はい。大丈夫。このまま地獄行きってことないね。うっ。おい、エレベーター来たぞ。B 一階。じゃあ B 二階に行こうかな。あ、一階に行こうかな。反応がない。は？あ、動いて動いて。おーおーおー、怖いね。出てこないで、なんも。頼むよ。2番。なんだこれ。出口なんか、うわ。あ、すげえ。あ、こんなになってんだ。はいはいはい。あ、エレベーターあるんだ、この屋敷、結局。そして進展だね、これはね。で、前回の部分は多分カットになるね、あれはな。あれ、いいや、もう。だってよくわかんねえもん。やべえ、気をつけろ。奴がいるよ。メアリーいるよ。ジョネフェル、やばいよ雷。あなたなんていけない子なの。娘、私の何、私のボヤや、あれボヤなの。うわ、顔が変わった。免許証のババアから危険だ。うお、顔怖っ。え、ちょっと待って、どうするのあれ。ん、対抗のしようがないのかな。でも今チカチカしてたから多分バツレンでいけるんじゃねえかなと思う。多分思うけど。多分そう。あ、でもどこだ、入ってる。尖った石があるけど、多分関係、尖った石多分使わないと思うんだよね。どうなんだろ
俺の友達サクサクとねここまで行ってたんだよね。エレベーターがあるの知ってたんだよ。メアリー先生、いやどうしよう、どうやるんだろう。アイテムは多分選択できないな、この段階だと。私の坊やを殺してしまうなんて選択できないアイテムは。じゃあ罰連打しかないんですよ、もうあとは。うわよいしょ、いったぞ。いいね、こんな巨大なババアを。うわあれやっぱ赤ちゃんだったんだ。やべえよお前のでけえの、どういうボビーボビー、あの女をダンを殺したあの女を捕まえるのよ。よっしゃ、左側の部屋に。うわびっくりした、来てる来てる、早くしろ。登れる。うわうわうわ、すごいな。いや、やばい、登ってきてる。いや、早い早い、やつ早いぞ。こんな巨大、バトレンドしかないんだよ、もうあとは。ああ、足が。うわ、死んだんじゃねえ、あれ。おーおーおお、時計台まで来たよ。すごいとこ来たね。おい、なんでシダーマン来たんだよ。マジか、なんでシダーマン、マジだよ。なんもしてないけど。おい、なんもしてない、まだ。でも、こいついたよ。あ、来たよ。あ、どうしたの？シダーマンどうした、どうした、どうした。あ、シダーマン落ちる。どうしたの？大丈夫かこれ。時計動かしちゃってるけど大丈夫なこれ。リックの首吹き飛んじゃう。時計台のお金が故障してに。ああすごいな、なんかどうなったの。動いてんじゃん。おい、なんかジェニファー怪しい人みたいになっちゃってるけど。なんだこの感じは。え、どういうこと。雨ひどいから中入った方がいいんじゃないの。雨やんだ。お、なんだなんだなんだ。お、すげえ晴れてる。いいから、ちょっとギーとございます。こんないいシーンなのに申し訳ない。あ、すごいすごい。あ、終わった、すげえ。あはー、なるほど。なんか途中グダグダだったけど、まあ、なんか、あ、ごめんなさい。なんとなく進んだね。おー、なんかかっこいいなぁ。あ、時計動いた。時計が動いたよ。これは結局なんだったら、バローズ。これバローズ屋敷ではないでしょ、でも。多分、バローズ城ではないよね。ボビーとダン、私のボビーよ。ははー、ダン&ボビーって書いてあるからね。ヒロヤ、タムラ、メアリー、ヨシノリ、朝倉義則。何なの、声優、声優なわけねえか。考えた人ってことは。あー、これいいね。ちょっとエンディングはちょっと見よっか。一応なんとか終わったね。ただでも俺まだ不可解なのがいくつかあるんだよね。まだ壺に穴が開いてるから、ほんとあそこに杖を入れなきゃいけないのと、あとあと子供部屋でピエロとなんか戦うらしいんだけど、戦わなかったね。結局あの人間が動いててだけで、ビレンダしてたら特に何もなかったのと、あとなんだろう。
あとあれだよね、図書室の光る鍵も結局取れて、光るものなんかが取れてなくて、あとは1階の電話が鳴ってた部屋、あそこも行ってないし、鍵がかかって開かない部屋も多分いくつかあると思うんだけど、なんかいくつか行ってないとこがあるから、多分それはエンディングで分かれるんだと思うんだけどね。なんかこれをやってみた感想っていうと、すごいジェニファーがすごい好きになったっていうねすっげえジェニファーが好きになったっていう。ジェニファーってすごいモデルの子というか、元の子すごい綺麗な人だからね。だからあれなんだけど、2のジェニファーそんなでもないもんね。なんかね、終わったのかな。本当にこれカリオストロの城かよって言いたいんだけどな。まあグダグダな感じだったけど終わったね、とりあえず。エンディングがね、何なのか気になる。多分 A ではないんじゃないかな。あ、これで終わりだ。なんでエンディングとか見せてくれないんだ。はい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 、はい、エンディングリスト何番ですか。C なの？マジか、A 何なんだし。前のエンディングはね、まあ前の2の時はね、まあ分かる範囲内で、やれる分だけやって、あとは、まあ、ポロポロ調べたりやったりしてたけど、まあ、とりあえずエンディングのコンプリートはとりあえず今はやらない。やらないから、とりあえずもうちょっと後かな。そうだな。とりあえず最初はいいとして、ということだね。とりあえず、ここまで見てくれた人はどうも、ありがとうございました。ようやくクリアできてよかったです、とりあえずね。